ポール・ケーンはアイルランド生まれのカナダの画家であるアイルランド・コ空ク県のマローで生まれた父親はイングランド出身の兵隊で1801年に退役した後アイルランドに住みポール・ケーンが10歳頃の1819年から1822年頃にカナダに移住した現在のトロントに住み父親は種類の商売をしたトロントの学校で学び 絵画もその学校の美術教師から学び、1834年にトロントの美術協会の展覧会に出展して、地方の新聞から好意的な批評が載せられた。トロントで看板や家具の塗装の仕事をした後、1834年にオンタリオ州のコーバーグに移り、家具製造の工房で働いた。1854年にこの工房の主人の娘と結婚することになる。 コーバーグでは地元の有力者や雇い主の妻などの肖像画を描いた。1836年にアメリカ・ミシガン州のデトロイトに移り、そこに住むアメリカ人画家、ジェームズ・ボーマンからヨーロッパで芸術を勉強することを勧められ、サミュエル・ベルフォーと共にヨーロッパへ渡る計画した。この計画はケインの資金不足とボーマンが直前に結婚したことで延期しなければ、 ならなかった。その後の5年間かけて、ケインは、肖像画家として働きながら、アメリカ中西部を旅し、ニューオーリンズに至り、1841年に、ニューオーリンズからお船で、ヨーロッパに渡った。ヨーロッパでは、マルセイユに上陸した後、イタリアに向かい、ローマ、ナポリを訪れ、ブレンナー峠を通り、パリやロンドンを訪れた。ロンドンでは来たアメリカインディアンに関する著作を、 出版し、宣伝のためにヨーロッパにいたアメリカの画家ジョージ・カトリンと知り合った。ネイティブアメリカンの文化や生活様式は消滅する前に記録に残されなければならないというカトリンの主張に共感し、カナダの原住民の文化を記録しようと決意した。1843年にアメリカに帰国し、アラバマで肖像画家として働いて、 ヨーロッパ旅行のための負債を返却した後、1844年にトロントに戻り西部への旅の準備をした。1845年と1846年から1848年の間の2回のカナダ北西部の旅を行った。1845年の旅はトロントを出発してスーセントマリーまで達したが、スーセントマリーに駐在するハドソン湾会社の 職員から一人で西部を旅するのは困難であると説得されトロントに戻った。1846年からハドソン湾会社の支援を受けて西部を目指し、フォートフランシス、レッドリバーコロニー、ダコタ順州の数族の居留地などを経由して、フォートバンクーバー、フォートビクトリアまで旅した。旅行中にネイティブアメリカンの州族のスケッチをしてトロントに戻った後、油絵にした。 慶遠の作品は民族学的にも価値のあるものになった。ありがとうございます。